コーヒー文明は、神奈川県横浜市の六角橋商店街にある喫茶店。コーヒーサイフォンで丁寧に入れるコーヒー、サイドメニューの自家製の菓子、オリジナルのカレーパンが特徴である。文明開化をイメージした懐古的な内装、脱サラして、店を開業した店長の独特の経歴、横浜で最も辛いとも言われる、激辛のカレーパンも話題となっている。店長の赤澤聡は、中学生時代から自分で豆をひいて、コーヒーを飲んで楽しんでいた。大学を卒業後、学習塾で教室長として勤務していた。その傍らで音楽家としても活動していた。長く続けられる職業を考え、長年のコーヒー愛が高じたこともあり、好きな音楽と喫茶店開業を両立させることに決めた。軽井沢の名門焙煎屋である、丸山コーヒーでの修行を経て、2007年7月7日、この店の開店に至った。開店には1年を費やした。前職は、学習塾の雇われ教室長とエリアマネージャーを兼任しており、雇われる側と雇う側、双方で感じるストレスも体験していたことから、そのストレスから解放されたいとの考えで、ワンオペレーションを貫き、店を一人で切り盛りしている。赤澤は生まれも育ちも横浜には無関係だが横浜に憧れ、病院や学校が多い町は健全、大学であれば生徒が客になってくれるかもしれないとの考えから生徒数の多い町を選んだ末に神奈川大学のある駅として白楽駅にたどり着いた。六角橋商店街を訪れて店を出すならここしかないと考え、仲見世通りのイメージがあまりにも良くて、もう即決でしたという。店の内装は事細かく希望を通してもらい、理想の住処となった。店の名は横浜にちなみ、文明開化に由来している。フラスコのまま客席に提供されるコーヒーカウンターに多数並ぶコーヒーサイフォンコーヒー専門店である。客の注文を受けてからコーヒーサイフォンで一杯ずつ丁寧に入れることが特徴で、コーヒーはフラスコのまま客に提供される。サイフォンにより味のばらつきが少なく、コーヒー豆本来の特徴、豊かな香りを味わうことができる。多くの喫茶店ではハンドドリップが主流となっている中、あえてサイフォンに関わる理由は、店長の赤澤聡は、サイフォンはハンドドリップに比べて技術を必要とせず、誰でも美味しいコーヒーが作れるからと説明している。またサイフォンの使用は、こうした味や香りに加えて、客自身がコーヒーを注ぐ楽しみや、見た目の演出効果の狙いもあり、赤澤は、やはりパフォーマンスがかっこいいのでと語っている。豆は種類に関わるのではなく、折々の旬の豆を用いたブレンドが、この店のコーヒーの特徴でもある。通常1人当たり 10g と言われる豆を、ここでは、その約 1.5 杯分。23g も使用している。通常より豆の量が多いことで直接的に伝わる苦味、酸味、コクも特徴である。丸山コーヒーの上質なコーヒー豆はこの店でも開店以来使用され続けており、最高のコーヒーの選出のために開催されるカップオブエクセレンスを受賞した豆を丸山の元から仕入れている。世界各国から厳選したコーヒーにより産地、農園、生産者が明確なもの、時節ごとの旬を仕入れるといった関わりから多くのファンを集めている。この評判により週末には60人から70人の客が訪れ、休日には日本全国から客が来るほどの人気がある。開店当初から通い続ける客も多い。テレビドラマ、孤独のグルメでも取り上げられた。チョコレートケーキ、チーズケーキチョコレートケーキや、チーズケーキなどコーヒーに合わせてシンプルに仕上げた自家製の菓子も揃えられている。リンゴのタルトやバナナケーキなどの季節限定メニュー、かりんとうや草餅など和菓子も用意されている。チョコレートケーキはカカオ、かりんとうは黒糖、草餅はよもぎの後期と酸味といったようにコーヒー以外のメニューはすべてコーヒーをどのように楽しむかを考慮して用意されている。メニューの特徴の一つである文明カレーパンは赤澤がシチューパンをヒントとして完成させたカレーパンである。揚げパンではなく、パンを容器に見立て、独自に配合したスパイスを効かせたカレーを豊富に満たしたものであり、まずカレーだけを食べ、パンをカレーに浸して食べる。カレーはコーヒーと相性が良く、またライスよりもパンがコーヒーと合うという店長の発想によるもので、コーヒーとカレーパンのセットが人気を集めている。雑誌やメディアでの紹介も多い。地獄のカレーパン。地獄のカレーパン閻魔大町店長の赤澤がいたずら心で作り上げた激辛のカレーパン。パンの容器にハバネロや海塩ペッパーなど約10種類の厳選スパイスを効かせたカレーを満たした上に仕上げとして赤唐辛子のパウダーが振りかけられている。その辛さは絶望的な辛さ、泣くほどの辛さと言われる。メニューには生半可な覚悟の方はご遠慮願いますと書かれているほどで、赤澤によれば体に悪いくらい辛いのであまりお勧めできません。あまりにも辛いので挑戦した人は二度と食べないと言って帰るという。食べたものからはとてつもない辛さが舌と喉を襲ってくる。唇や喉が焼けるように熱い強烈な辛みが口の中を突き刺す。笑えないほどの激辛、汗が止まらない。食べた後も食道や胃の中がぐつぐつ煮えている感覚などと感想が寄せられている。辛いもの好きを称して挑戦しても降参する客、一口で断念する客も多い。ハマレッポ .com での穂積豊らによる取材では、拳ほどの小さなカレーパンにもかかわらず、完食には3人を要した。テレビ番組では、スクール革命で挑戦した春日俊明が、舌が痺れるとコメントした。週一では中丸雄一が罰ゲームとしてこのカレーパンを食べ、あまりの辛さに言葉が出なかった。挑戦者は閻魔大町という町名に名前を記入でき、2016年時点で大町は6代目に達した。大町には挑戦者により、痛い、火が吹きそうなどのコメントが残されている。エッセイ漫画家の山本有は、口の中で辛さが錯乱と語り、この閻魔大町に人生で一番辛かったと書き残した。1階席の内装2階席より見上げた天井。店長の赤澤は映画オールウェイズ3丁目の夕日のような世界観を目指したと語っており、初めて来ても懐かしさを感じるカフェをコンセプトとしている。約60年続いた老舗洋服店を改装した2階屋で、改装前の寮がそのまま利用され、階段の上に屋根裏風の2階席が設けられている。ロフトのような2階席は多くの雑誌でも紹介されている。窓は広々と張られているが、アーケード筋のために外光に乏しく、それがかえって隠れ家を思わせる効果をもたらしている。店名が文明開化に由来する通り、店内も文明開化をイメージしている。外の景色を店の中に持ち込みたいとの考えで、店内にはガス灯を模した照明が設置されている。この店の名物とされている天井は空のように照明の光が変化し、朝焼けや夕焼け、星空へと26分周期で変化し、風景の変化を室内で楽しむことができる。BGM もチェロの演奏に限定するなど随所に関わりが見られる。店長の説によれば、チェロは精神を安定させる効果があるために、コーヒーに一番合うのだという。作家のロバート・ハリスは、一人での時間を楽しむ場所として、週に2回から3回はここを訪れると語っている。店長の赤澤は、赤澤コーヒー研究所として、コーヒーの研究を続け、世界一わかりやすいコーヒーの本という冊子も刊行している。この冊子には、ベートーベンは豆の数を毎日数えて、ミルで挽いて飲んでいたなど、コーヒーにまつわるうんちくがまとめられている。毎月、文明通信というニュースレターも自作して、コーヒーの魅力など、様々な情報を発信している。また、開業と同時に、店の公式ウェブサイトを立ち上げ、開店までの経緯や、学習塾での勤務で培った経営スキルなどを、ブログで発信している。次第に開業相談も増えたことで、2019年1月に、事業経営研究所、カフェラボを設立し、一人で喫茶店を開く人のための講座やオンライン指導を実施している。こうした活動が小電車の編集者の目に留まったことで、2020年には赤澤の書出版、人生に行き詰まった僕は、喫茶店で答えを見つけたが刊行された。赤澤の実体験をもとにしたビジネス小説であり、商店街をはじめとする地名や人物などが実名で登場している。主人公の一人も店の常連客で人生を見つめ直していた時期に偶然来店した経緯があり、現在は東京の阿佐ヶ谷でカフェを開いている。赤澤自身もその主人公の指南役として小説に登場している。喫茶店の傍らでファンク系のバンドでボーカルを務め、自主制作の CD もリリースしている。月に一度、悪くない一人弾き語りライブが開催され、赤澤がコーヒーを愛する店長として、コーヒーの歌を熱唱する。ありがとうございます。